皆さんこんにちは、自称のゴブルだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちら JBF2023 で VIP パーティーでもらった相撲のブリックヘッズです。はい、 JBF2023 年が終わってもう1ヶ月が経ちました。本当はねこれすぐに出したかったんですけど、まあちょっといろいろ忙しくてちょっとなかなか動画にできれなかったんですけど、ようやく作る時がやってまいりました。こちらのブリックヘッズは JBF2023 の VIP パーティーの参加者全員にもらえるミニキットです。はい、パッケージはこのようになっていて、これを作ったのはエドウィンナイトさんです。あ、ちなみにエドウィンナイトさんは JBF の主催者です。袋の時点での完成度がすごい高いので、作るのがすごい楽しみです。ちなみにこちらの組み立て方は、この JBF2023 年のパンフレットの中にあります。あ、あったんだ、これだ。これです。ではこちらのブリックヘッズ相撲を組み立てます。完成、ブリックヘッズ相撲です。はい、完成しました。いや、このブリックヘッズなかなか完成度が高いですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で15分かかりました。はい、では全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。目のプリントパーツについてはブリックヘッズのものじゃなくていつもの目のプリントパーツになっています。で、髪型なんですけど実際のちょんまげみたいになっていてすごい完成度が高いです。表面パーツが使われていますので結構自然な感じに見えます。続いて胴体はこのようになっていて、このブリックヘッズなんですけどお相撲さん特有の体型をしていて、あとこのふんどしの造形も結構よく作られていますね。後ろから見た造形もすごいよく作られています。そしてこのブリックヘッズには台座パーツがあって、台座パーツについて黒一色のシンプルなものになっています。ちなみに僕が作ったジャーンブリックヘッズと並べるとこんな感じです。大きさについては僕が作ったブリックヘッズの方がちょっとだけ高いですね。ちなみにこのブリックヘッズなんですけど、ブリックヘッズメーカーのベースパーツからこのように作りました。余談なんですけど VIP パーティーの時にこれ完成した人もいればオリジナルの作品も作ってる人がいたので、いやこれはねちょっと写真に撮っておいた方が良かったなって思います。はい、ブリックヘッズ相撲はこんな感じです。はい、ということで JBF2023 年の VIP パーティーでもらったブリックヘッズ相撲を組み立ててレビューしていました。個人的に言えばこの相撲なんですけど製品化してもおかしくないぐらいの完成度ですごくよく作られていました。特に個人的にこの頭部のちょんまげ部分がすごいよく作られているのがすごいいいと思いました。あとは背面部分もすごいよく作られていてとてもいいと思いました。これは来年の JBF にもらえるブリックヘッズも楽しみになってきました。まあ、個人的に出すとだったら多分侍か忍者かなって思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。